はい、皆さんこんにちは。小学4年生の算数と国語をやっていきましょう。次回まとめのテストになりますね。算数直方体と立方体、それから共通部分に注目してっていうのと4年のまとめですね。テキストは130から143ページまでがテスト範囲になっています。プリントも、本日配りましたプリントですね、確認よろしくお願いします。はい、国語に関しましては幻想的な世界っていう内容ですね。プリントになります。で、ガイダンス99の1から10という形になります。はい、そうしましたらですね、今日はですね、この共通部分に注目してっていうところをまずはちょっと紹介させていただきたいと思います。テキストは137ページの右側のね、上の問題になりますね。まずは、お姉さんと妹がいまして、お姉さんはケーキ1個、それから飴を1、2、3、4、5、5個ですね、買いまして520円払ってます。妹さんはケーキ1個で飴を1、2、3、4、5、6、7、8個買ってますね。それで、670円払ってます。ではケーキ1個と飴1個の値段がいくらですかという問題ですね。ケーキと飴1個ずつの値段を探してくださいっていう形でね、計算していくんだけど、まずは共通部分に注目してってところで、ちょっとここライン引かせてもらいますが、この共通部分に非常に注目してもらいたい。ケーキ1個と飴5個ですね。ここはお姉さんも妹も共通してます。で、お姉さんの値段からここまでが520円ですね。こういうのがわかります。ということは多い部分、妹さんの多い部分、これ飴が3個多いですよね。ここの値段っていうのは全部で670円なんで、670円から520円を引いた値段になりますね。お姉さんの値段が、520円ね。妹さんも同じものは買ってますね。値段は同じものですからね。それなんだけど、飴をちょっと3個多く買って670円になってる。ってことは、共通部分のところに注目してみると、ここまでは妹さん520円だっていうのはわかります。ということは、残った飴3個分の値段っていうのは、670円の値段から、お姉さんと同じ520円。引いちゃえば、この残ったね、飴3つ分の値段が出てきます。ですが、知りたいのは飴1個の値段ですよね。ということなんで、最後に、この部分ですね、割る算するのを忘れないでくださいね。飴が3個分の値段なんで、1個分出したいときは割る算してもらうといいですね。はい、そうしますと、まず式としてはどういうのが成り立つのかなっていうと、括弧をつけてもらうといいですね。先に引き算しますのでね、割る算という形でまずはここの式を持ってきてもらうといいでしょう。はい、そうすると引き算しますと150円ありますので、それ割る3で50ね。というわけで飴は50円だよっていう形ですぐ分かりますね。飴1個の値段は50円。ではケーキの値段はどうなるのかってことですね。はい、というわけで飴1個の値段が分かりましたので、その時はね、安い方の値段、お姉さんの方を見るといいですね。お姉さんはケーキ1個と飴を5個買って520円払っています。ってことは飴の値段が分かれば、ケーキの値段っていうのは520から飴の値段引いちゃえば出てくるよね。はい、飴が5個分の値段なんで1個50円だから、これ5個分の値段かける5をすれば飴の値段は全部出てきますよね。はい、というわけなんで、520円から1個50円の飴の5個分の値段を引いてねっていう、こういう形の式が作れます。ここはね、カッコつけなくていいです。掛け算優先ですからね。はい、というわけなんで、520円から、250円引いてもらいますよということですね。そうすると270円、引き算間違えないようにみんな気をつけてね。はい、それなんで、ケーキ1個の値段は270円という形で、まあそんなに難しくないです、ここはね。こんな形で出してもらえればいい。ですので、まずは共通部分にしっかり注目してください。で、もう1種類のパターンがあるんで、カッコリボンを使って紹介していきたいと思います。今回は赤いリボンと青いリボンなんだけど、赤いリボンを2本、青いリボンを3本買うと690円。
赤いリボン2本と青いリボン5本買うと990円だと。じゃあそれぞれ1本分の値段はいくらですかということですね。やり方は変わらないですよね。まずは共通部分に注目してもらうっていうことですね。はい、ここまでは690円だよっていう形になりますね。赤と青ね、5本ずつ、5本ずつでございます。赤が2本で青が3本の合わせて5本ね、の値段は690円ってことは、残っている青2本分の値段ですね、ここは990円から690円を引いてもらって出てきますね。ただし1本の値段を知りたいわけだから、こういう時は先ほどは3つだったから割る2したけど、今度は2つの、割る3したんだけど、ごめんなさい、割る3したんだけど、今度は2つですので2本ですので、ね、割る2、割る2をしてもらいますね。こういう形でした。はい、というわけでまずこの式を持ってきますね。990円から690円引いて2本分の値段が出るので割る2をしてもらうね。はい、そうするとまあ結構あっさりとした計算でですね、ここら辺もね、計算はやりやすいような形になってますので、そんなにね、身構えなくて全然大丈夫です。計算自体は結構簡単です。150円ね。というわけで青のリボンは150円だよというのが分かりました。で、さっきと何が違うのかっていうと次なんですよね。はい、見て分かる通り、今度赤の値段出したいんだけど、さっきはケーキ1個だけだったから普通にね、さっと出たけど、今度は赤が2つ2本あるね。それなんでどうしたらいいのかなってことですね。はい、青は1本150円って分かったから、ここの値段は150円が3本分ですよってことで、かける3すればいいわけね。ということは赤2本分の値段っていうのは690円から150円を3本分の値段引いてもらうといいんですね。はい、ですがこの部分は赤2本分の値段になっちゃうので、1本の値段を知りたいわけだよね。はい、なんとなく皆さんわかります？どうするの？割る2すればいいんですよね。というわけで先に中の計算をしなきゃいけないから、これはね、カッコつけてあげてね。はい、そうすると690から450引いたのを割る2しますので、240を割る2します。ということで120と出てきますので、はい、赤のリボンの値段出ました。120円。ちょっと下の方になっちゃって申し訳ないね。こういう形で、出してもらうといいですね。下のね、問題もやり方同じです。ね、基本的にはそのね、もう片方を出すときが1個か、まあ、2個かっていうそのパターンだけで、後のやり方は変わらないんで、ぜひともですね、もう一度やってみてください。向きがね、逆になってるだけです。このグラフの向きがね、前後が、逆になってるって言ったらいいのかな。まあ、ぜひテキスト見てみてください。見てもらうとすぐわかると思いますんでね。あとはカッコ2番はこういうのは書いてませんので、ちょっと分かりづらかったら自分でぜひこんな風に参考にしてね、書いてみてください、ね、はい、ではですね、一旦ですね、ここで、共通部分は、確認しましたので、あともうちょっとだけですね、4年生のまとめの方もやってみたいと思います。一旦ちょっと画面変わりましょう。はい、チェンジです。はい、では参りましょう。4年のまとめですね。まあほんのちょっと一部だけになっちゃうんですけれどもね、テキストの140ページからですね、143ページまでの内容なんですが、まあ、その中から一部、ちょっと取り出して確認していきたいと思いますので、ぜひやってみてください。まずはですね、 4.58 という小数に対してなんですが、4.5 といくつ合わせた数かなっていう問題ですね。はい、そうすると、4.5 はここにありまして、8、これ小数第2の位ですね、 0.08 が追加されているものになりますので、0.08 という形で入れてもらうといいでしょう。はい、0.01 何個集めましたかっていうと、もう 0.01 下にね、合わせてもらいますとですね、まあこのまま、小数点消しちゃえばいいです。そうすると458個とね、こんな感じで入ってますですね。で、10倍しましたよっていう時は、小数点右にね、0の数だけ動かしてもらいますので、45.8。逆に10分の1に関しては、左に0の数だけ動かしてもらいますので、0.458 とね、しっかり押さえておいてください。
はい、そして9番は、立方体とか直方体とかの話ですね。ここが直方体になります。で、こちらですね、書いてないんだけど、見えないところにこういう形でそれぞれ辺があります。で、辺 AB、ここですね。はい、この横の辺になります。12センチですね。平行な辺は何本ありますかってことなんですが、縦、それから横、そして高さね。直方体も立方体も、まあ立方体は一辺って言っちゃうんですけどもね、これ3種類の辺があります。で、必ず4本ずつあるんです。この辺はね、必ず4本ずつね。縦4本、横4本、高さ4本という形で、全部で12本の辺があります。で、平行な辺っていうのは同じ辺になりますね。同じ向きの辺、辺 AB、 今回横になりますので、横の辺は全部平行になります。はい、そうすると4本あるうちの1本は辺 AB でも出ちゃってるから、残りの辺ですね、つまり3本という形になります。はい、辺 BC に垂直な辺ですが、はい、BC っていうのはここですね。はい、この高さを表す辺になります。ここと垂直な辺っていうのはどういうところを指すかっていうと、それぞれこの B、 頂点 B と頂点 C、 はい、ここから出てる辺のことを垂直な辺と言います。つまり、こちらの AB と、それからちょっとまあないんだけれどもね、まあ例えば仮にちょっと E なんて勝手に置いちゃいますけれども、 BE とかね。で、DC と、こっちも勝手に F って置いちゃうけど、CF って形でね。こんな風に、頂点 B から伸びてる辺、頂点 C から伸びてる辺っていう形で、合わせて4本ありますよっていう形です。はい、じゃあ全ての辺の長さの和に関してなんですが、縦の8センチが4本あります。横の12センチが4本あります。高さの6センチが4本あります。という形で計算してもらうと OK です。ということで、104cm というのが答えになりますので、こんな形で出してみてください。はい、じゃ続けて、四捨五入もちょっとおさらいしておきましょう。1000のぐらいで四捨五入してねってことで、1、10、100、1000ですね。はい、というわけなんで、あ、ごめんなさい。カッコの中のくらいの外数までにしなきゃダメなんです。失礼しました。カッコの中の、くらいの外数ですね。失礼。ちょっとそこ見落としたね。はい、ってことは千の位までの外数にしなきゃいけないから、四捨五入するのは100の位を四捨五入してください。1、10、100、ここですね。ですので2は切り捨てなんで、約5万3000という答えになります。1万の位までと言われたら千の位を四捨五入です。ってことは1、10、100、1000ってことで、こう5は切り上げになりますので、隣に1個上げてください。約3万。10万の位ってことは、1万の位を四捨五入します。ね、1個下ですね。1、10、100、1000、万。6も切り上げですね。というわけなんで、これ9なんで足して10になるから、90。ね。はい、という形で、1、10、100、1000、万ということで、1、10、100、1000、万、10万、100万、900万。ね。あ、ごめんなさい。約つけます。約900万ですね。というわけで、約つけるのも忘れないでね。四捨五入ですからね。この形で入れてみてください。はい。そしたらですね、算数は一旦ここまでとします。次、国語に参りますので、皆さんよろしくお願いします。では、一旦変わりましょう。はい、またチェンジ。はい。では、ここやっていきましょう。今日は幻想的な世界ということで、プリントの方になりますね。僕、主人公の僕、ね、結構ですね、不思議な体験をするわけなんですが、キサバタレスで見た、夢に関してですね、小さい頃の自分の夢を見たんだけど、背の大きなですね、まあお兄さんにですね、ちょっと迷子になったところを助けられてるわけですね。で、背負われてですね、日野浦というところに住んでいたっていうことなんですが、まあ、その昔の2、3歳頃の話ですよね。まあそんな時の、過去の記憶かと思うんですが、まあ不思議な夢を見たわけ。で、それがどうしてもなんか気になっていて、まあ、その日はサイン会と、漫画家のサイン会の友達と言ってるわけなんですけど、どうしてもその夢が頭の中にちらつくんですね。で、ふと僕は足を止めたとあります。その理由を次の中一つ選ぶ記号で答えましょうとありますね。はい、サインコーナーでね、終わりました後ですね、友達がトイレ行ってる間にちょっと歩いてたらですね、ふと足を止めました。何があったのかっていうと、バス停のバスを見るとですね、日野浦行きのバスが止まっていたんですね。というわけで、あ、それに気づいたんで、
あ、日の浦だ。そうですね。で、同じ市内にいながらってことなんですが、昔住んでたんだけど、今引っ越してます。今いるのは、17行目に書いてあった東の高台にある団地に住んでいます。じゃあ、日の浦ってどこなのかっていうと、17行目同じく書いてますが、西の外れにあるんですね。だから西と東って同じ市内なんだけれどもね、全然離れてるわけですね。というところがまずポイントになります。はい、そして、そのバスに乗り込んだとあります。その理由が読み取れる一文ですね。これ19行目ですね。はい、飛び乗ってました。衝動的です。衝動的に乗りました。日の浦に行けば夢のことがはっきりするかもしれないという思いがあったからですね。で、それが分かったのだとあります。どんなことが分かったのかということで、バスに揺られながら日の浦に行ってるんですが、煙突が見えました。煙突。ね。あ、松の湯だっていうふうに思ったんだけど、今まで一度も松の湯っていうね、言葉をですね、聞いたこともないし、行ったこともないわけですよ。まあ、幼少期に多分行ったんかもわかんないけどね。その記憶が蘇ったのかもしれないけど、煙突見ただけでその銭湯の名前をすぐ出てきた頭の中に。というわけで、お風呂屋の名前が松の湯であることっていうことは分かったわけですね。ほどなくの意味ですが、これは間もなくという形で、時間も経たずに行ってます。はい、ついに日の浦に着きました。そうすると、その時のね、感想、日の浦のね、街を見た感想は、34行目から書かれているんですが、それにしても、って形ですね。それにしても、なんて寂しい街なんだろうっていう、初めの5字書いてもらうわけですね。で、不意にかすかな歌声が聞こえてきてですね、その歌声に導かれるように路地裏に入っていっちゃったんで、意が入ってもらうというでしょう。というわけで、日の浦に到着したところまでが、今回のお話になります。裏側にですね、授業で使ったプリントの方は裏側に続きの文章が載っています。対策プリントは表面、ここだけがテスト出るんで、これ両面印刷しちゃってるんだけどね。授業の使ったプリント、裏側に続きがこうありますんで、ぜひ文章よかったら読んでみてください。この後僕はとんでもない体験をしますんでね。というわけで、今回はここまでとなります。ぜひもう一度ですね、よく見直してください。4年生最後のまとめのテストになりますんでね、よろしくです。ではまた、じゃあね。